マイミズ橋里は朝鮮民主主義人民共和国環境、北道課大軍にある地名。弾道ミサイルであるテポドン1号テポドン2号の発射基地があると見られている。米国側によるテポドンの故障は、この地の集落の日本統治時代の地名、大浦堂から取られている。また、2007年4月25日に平壌で行われた朝鮮人民軍創設75周年。 記念パレードで初めてその姿を確認された新型の中距離弾道ミサイルの米国側故障は現在の地名から取られた。舞水橋は朝鮮半島東北部の海岸線が日本海へ突出し、山海が75から500メートルの絶壁となって海へと落ち込む一帯を指す。海色崖や祈願列石が織りなす海岸の地形は北朝鮮の天然記念物に指定されている。 埋水炭は、鋳物を作る、村の外れという意味合いを持つ、という朝鮮語固有語の地名に漢字を当てたもの、すなわち、には似た、発音の、埋水を、には、意味から、単語を当てたものであるという。日本統治時代、埋水炭一帯は、秋川軍家湖面に属していた。この地区の行政地名は1958年に、舞水橋里と,となった。 2006年のミサイル発射実験前水橋里には北朝鮮当局が保有する弾道ミサイルの発射関連施設が集中しており衛星画像からも次のような施設が観測推定されているこれらの施設の稼働には朝鮮総連の加境メンバーや土台人が大きく関与したとされる1984年以降火星シリーズやノドンテポドンシリーズなどのミサイルが マイミズ橋里で試験発射されている。1998年、北朝鮮のメディアは、ロケット、白桃山1号によって、人工衛星、光明星1号の軌道投入に成功したことを報道した。発射地は、マイミズ橋里である。しかし実際には、軌道投入に失敗したと見られており、日本国政府は、弾道ミサイルテポドン1号の発射実験だったと。 みなしている。2006年のミサイル発射実験でも、エバラ同安編軍の旗大霊とともに、舞水橋里から鉄砲ポドン2号の発射が行われている。2009年のミサイル発射実験には三段式の鉄砲ポドン2号の改良型が、舞水橋里から発射された。ありがとうございます。